九州自動車道、九州自動車道、九州自動車道、九州エクスプレスウェイは、福岡県北九州市も軸を起点とし、佐賀県、再び福岡県に入り、熊本県、宮崎県を経由し、鹿児島県鹿児島市に至る、総延長 346.3km の高速道路、高速自動車国道である。略称は、九州道、九州道、 九州エクスプレスウェイ。国土開発幹線自動車道としての予定路線名、及び高速自動車国道法に基づく法定路線名は九州縦貫自動車道鹿児島線である。全線にわたり高速道路ナンバリングによる路線番号として E3 が割り振られており、文字インターチェンジ福岡インターチェンジ間はアジアハイウェイ1号線 R1 にも指定されている。 高速自動車国道の法定路線名、正式名である、九州縦貫自動車道鹿児島線の全区間に相当し、営業路線名、通称名として、九州自動車道の道路名で共用されている、高速道路である。宮崎県海老野市北では、法定路線名、九州縦貫自動車道宮崎線との重複区間でもあり、はじきジャイクション委員では、 東九州自動車道との重複区間でもある。九州の中央部よりやや西側を南北にほぼ直線に貫く形で建設されており、大部分が国道3号や JR 鹿児島本線などと並行する。ただし、熊本県八代市の八代インターチェンジ以南は、八代海沿岸を通過する国道3号、九州新幹線とは離れて、 南九州西回り自動車道が並行。九州自動車道は、九州山地、矢竹高原、霧島連山栗の岳直下を長大トンネルで貫く、短絡ルートとなっている。九州を南北に結ぶ高速交通網として、機能しており、加えて、長崎自動車道、大分自動車道、宮崎自動車道と接続することで、九州本土の各市用都市を相互に連絡する。 高速交通網としても機能している。また、北九州、福岡大都市圏の基幹道路となる小倉南、インターチェンジ菊水、インターチェンジ間は全区間で交通量が4万台以上で場所によっては10万台を超える。九州自動車道を保管する目的で、九州の東側沿岸に東九州自動車道、八代海沿岸に南九州自動車道、 九州山地の中央部に九州中央自動車道の建設が進められている。八代ジャンクション以北は平地部が大半で一部区間を除き法定速度高速自動車国道で走行できる。一方、八代ジャンクション以南は終点の鹿児島インターチェンジまで約 130km にわたり時速 80km 規制の区間が続く。売店は すべてのサービスエリアと基地市 PA から多摩のパーキングエリアまでのすべてのパーキングエリアと緑川パーキングエリア、海老のパーキングエリア、溝部パーキングエリア上り線にある。ガソリンスタンドは桜島 SA 下り線、現在休止中を除くすべてのサービスエリアに設置されており、山江サービスエリア、桜島 SA 以外はすべて24時間営業。レストランは 山江サービスエリア以外のすべてのサービスエリアにある。なお、上り線は、小賀 SAE 北、東九州道を含むの九州内のエリア。下り線は、山江サービスエリア以南にガソリンスタンドのある SA、PA はない、宮地のも含めると、霧島 SA が最終となる。また、夜間は、宮原 SA が最終となる。24時間営業の売店は、 桜島 SA 以外のすべてのサービスエリアと、コンビニ化されているのを型パーキングエリア、上り線と倉手パーキングエリア、下り線と水パーキングエリア、さらに、木山 PA と多摩名パーキングエリアにある、コンビニエンスストアがある。八代ジャンクション以北はトンネルが5箇所と少ないのに、対し、八大ジャンクションから、エビのインターチェンジまでの区間にトンネルが多くあり、うち八大ジャンクションから、 人吉インターチェンジまでの区間はトンネルが大小合わせて23箇所連続している。海老のジャンクション以南は3箇所のトンネルが存在する。また、道路法による延長5000メートル以上の長大トンネルは8大ジャンクションから人吉インターチェンジまでの区間に日後トンネル、九州最長、日本国内11番目、人吉インターチェンジから エビのインターチェンジまでの区間に格闘トンネル、九州に日本国内12番目がある。このため、八大ジャンクションからエビのインターチェンジまでの区間は危うもの積載車両の通行が禁止されている。八代ジャンクションエビのインターチェンジは危険物積載車の通行が禁止されており、該当する車両は国道3号、または国道219号、 国道221号、南九州自動車道などを経由して迂回しなければならない。前線でのトンネル数は、八代ジャンクションと人吉インターチェンジの区間は、九州道で一番長い日後トンネルも含め、合計で23本と連続でトンネルを通過する。これは、九州道の全トンネル数の3分の2以上を占める。このため、八代インターチェンジ人吉インターチェンジは、 距離が 38.5km あり、日本の高速道路で IC 区間距離が最長とされている。一級河川に架か,かる橋、道路上に案内表示がある橋を掲載する。2005年10月の道路交段民営化後は、全区間を西日本高速道路九州支社が管理、運営している。24時間交通量、大道路交通センサス。2002年度、 平成14年度、区間別日平均交通量区間別に見ると、筑市のインターチェンジトス JGT が94,234台、前年度比99.3%で最大である。特に、太宰府インターチェンジトス JGT までの区間、交通量が、九州地方の高速道路にしては、特に多く、福岡市方面から九州道方面のほか、 長崎道方面と大分道方面の利用者で集中するためであり、この関係で、区間内の木山 PA に関しては SA と同等の規模となっている。八幡 IC 福岡インターチェンジまでの区間も、太宰府インターチェンジと市 j c t に次いで交通量が多く、九州道の通し利用者に加え、福岡市から北九州市までの利用者が、 九州道のこの区間だけを通行する傾向がほとんどのためである。八幡 IC からトス JGT までの休憩施設は交通量が特に多いため直前に休憩施設混雑情報版が設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。